ロブ・コラードは、イギリスのレーシングドライバー。英国ツーリングカー選手権でのレースで最も有名なハンプシャー出身の英国の自動車レースドライバーである。イギリスのフォーミュラ・フォードで活躍し、2000年にイギリスツーリングカー選手権のプロダクションクラスに、日産、プリメーラで参戦。シリーズ4位を獲得した。2002年には、ヨーロッパーリングカー選手権にも参戦し、 プリメーラを運転した。2003年にはツーリングカークラスにステップアップし、ウェストサリーレーシング MG で2レースに勝ち、インディペンデントカップのタイトルを獲得。2005年には2勝を挙げ、シリーズ5位を獲得。2008年、彼はシリーズをフルタイムで走ることに戻り、モーターベースパフォーマンスチームで2009年までドライブ。その後ウェストサリーレーシングに戻った。 コラードはマッタ自身の解体会社、アールコラール株式会社を所有している。以降も多数の優勝を達成し、2019年、現在も引き続きイギリスツーリングカー選手権に参戦している。長年、彼はホットロットでレースをしていたが、20代後半にサーキットレースに切り替えた。彼はフォーミュラフォードで3年間レースを経験。しかし、フォーミュラ3以降のほとんどは、 若いドライバー向けだったため、彼はサルーンベースのレースに注意を向け、ボグゾール 3V6 チャンピオンシップで3位に入る。2006年のイギリスツーリングカーチャンピオンシップのブランドハッチラウンドでチームラックの MG、ZS を運転するコラード。2000年からの英国ツーリングカー選手権は、比較的細かいグリッドを埋めるために、低出力で安価な車を搭載したクラス B 向けも、 設けていた。ロブはこの機械を利用して、クラス全体で4位になる。彼は2001年にジネームされた、プロダクションクラスでは、部分的なシーズンのみレースを行い、2002年には、自身のコラードレーシングチームで、ルノークリオで、プロダクションクラスへのフルアサルトのために準備することに、集中した。2008年、ブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップシーズンに、クロフトで運転した。 コラード。ロブの家族は2006年10月にチャンネル4のワイフスアップのエピソードに出演した際、彼は ITV の BTCC の報道でヒーローはココリン・マグレーであり、彼の野望は世界ツーリングカー選手権で優勝することだと語っている。また彼はレーシングドライバーリッキー・コラードの父。ありがとうございます。